今日も高島、これ前の番組でしたね。今やってるのはなんですが、そうですね、結構最初の方から聞けたんですけども、まずは4月29日か30日か土曜日なので、いつだったか忘れてしまったんですが、公開放送があったのです。日比谷とかなんか言ってたような気がするんですけども、ちょっとはっきりとは覚えていません。で、高島秀崎さんも出たんですが、その公開放送の時に 4,5 人に、6,7 人に高島秀崎さんは声をかけられたそうです。で、その時に、聞かれたことが、相方というか相棒というかアシスタントの小口恵理子さんの状態を聞いて心配している声が多いということでした。高島さんはそんなに残念がっているという感じではないですね。なんか小口さんとも連絡が取れていないというようなことを言っていましたし、取っていないのか取れていないのかわからないんですが、で、そうですね、小口さんは2010年の4月じゃなくて3月の12日ぐらいに子宮筋腫で、子供を産みたいから入院するという話だったんです。で、その時は1ヶ月間休むというのも長めに1ヶ月取るというような話だったんですが、結局もう2ヶ月くらい経つのにまだ復帰のめどが立っていないなと思いました。病状がなんかわからないというようなことを言っていたような感じがしました。で、それからなんですけども、そうですね、で、そこから話して、で、今日はゲストに勝間和代さんが出たんですが、ゲストというかレギュラーですね。週刊曜日、月曜日は誰々です、火曜日は誰々というゲストが決まっているみたいなんですけども、月曜日だと大口じゃなくて、勝間和代さんが出たんですが、で、話したことは勝間さんが高知に行ったということを言っていました。高知に行って、まあ高知に行ってなんか勉強を教えてきた、何か教えてきたと言っていたんですが、ちょっとそこ忘れてしまいました。で、高知の人はお酒が強いということと、あとは何を言ったか、あとコーチの人は団体行動が苦手だというようなことを言っていたような気がしました。みんなで集まらなくても、例えば寒いところの人だったら協力して、まあ周りの環境が厳しいので協力していかなければいけないのに、コーチだと、まあ魚とか食べ物とかも比較的取れるし、あとは、温暖が、まあ気温がそんなに暑くなったり寒くなったりしないので、人に頼らなくてもやっていけるとかどうたらこうたら言っていました。これもはっきりとは覚えていないのです。車で運転しながらラジオを聞いていたので、で、高島さんが、データが出ているかどうかわからないんですが、高知県だと離婚率が高いと、あ、再婚率も高いというようなことを言っていました。で、そこから先はラジオを消してしまったんでわからないんですけども、
あとどういったことを話したのか、ちょっとまだ考え中ですね。ラジオだと9秒間ぐらい無音が続いてしまうと放送事故になってしまうみたいなんですが、別にこれは、5分間黙ってようか、10分間はさすがに黙ってる、10、11分黙ってるということはできないんです。まあ、10分までしか動画が投稿できないということもありますが、あと話したことは、公開放送に来ていた人が、新保友恵さんが今日アシスタントだったような気がするんですが、ファンなんですというふうにことを言われていたような気がしました。あとは放送時間なんですが、前は17時25分までだったのが40分伸びたんですが、今日は40分になる前に終わってしまったかなと思いました。そうですね。あとは前原さん、小沢、高島さんが散々番組で批判している小沢、民主党の幹事長の小沢一郎については何か、投稿コーナーがあったんですけども、そこで小沢が言えば何でも通るというようなことを言って、結局、そうですね、そこまでは覚えてるんですが、その先はちょっと忘れてしまいました。まだ時間があるので何か思い出せればいいんですが、そうですね、他にどういったことがあったのか、あと気になったところは、報道部の井戸デスクという人がいるんですが、なんか高知で地元のニュースを紹介してたのかもしれませんが、別に井戸さんが、報道部の井戸デスクが話したというわけではないんですけども、高知県の広報課の女の人が、声からすると20代か30代ぐらいの人だと思うんですけども、今龍馬の像、これがやたらと高いみたいなんですが、この隣に櫓を作って間近で見られるようにしているということを話して、それを聞いた高島さんが、土佐弁か高知弁か、なんか地元の方言で喋ってくれればいいなということを井戸デスクになんか言っていた場面がありました。あとはそれが何なんだと言われれば何なんですけど、特にないんですが、あとは特にないですね。何かあればいいんですけども、あとはこれ、番組では最初の大口恵理子さんについて話していたんですけども、本当に復帰できるのかどうかというのが、まだ病状もわからないようなことを高島さんが言っていましたし、これからどうなるのかなと、ちょっと不安に思いました。